いや確かにこう特にあの昨日の準決勝戦の1回戦 A 卓ですか、この序盤にもう裏ドラが乗って乗ってという形で、まあ一番、これ何すごいちょっといいんだクラが、すでに自敗で3つあんこができました。こんなのいっぱいあんの、すごい、すごすぎなんですけどこれ、ここ自敗3つあんこって、あ、ここも悪くないですね。でもただちょっと先ほどの手を見てしまうとまだもうちょっと時間かかるかという感じ。3あんこ、まあ、本一ついたとしてなんだろう、水素とかもあるんですか。あ、クラにチャンスが、大チャンスじゃないですかこれ、絶対ミスりたくない。与那城、与那城はまあまあ手がまとまっている。ここからです。何色にすればいいんですかこれ。あねえ、贅沢な悩みですね。そうですよね、なんか純粋にあの面前でまずいける手組みを組んでみて何色にしようかなっていう感じなんだと思います。ペン三番落としは。なるほど、今一応そのチャンタのイーシャンテンっていうのもあったんですけど、そ、ね、まあ、それを崩してという形で、ピンズこれ吸ったんじゃないですか。そうですね、リャンピンドイツ、リャンピン1枚ありますね。ありますね。キューピンはチーソー、チーソーもあるな、キューピンもある、もう何でもある。いやザ・ドラドラ、与那城、与那城も勝負になっちゃいましたね、はい、いやそうすると、あ、テンパイ3アンコ、これバイマンぐらいあるじゃないですか。メンホン3アンコ2役ドラ、バイマンだ、はい、ドラ待ちになっちゃいました。でも2枚ありますよ、まだ変化もあるし、ね、そうですよ、闇テンバイマンの手が蔵に入っています。朝倉さんがめっちゃ横でウキウキしてるんですけど、ね、リャンピンポンするかな、どうしようかなとか、そんなのまで考えちゃいますよね。ピンポンしても値段わかんないですよね。そっか、でも短期選べるのってなんか結構嬉しかったりしませんか。そしてまだ役前の可能性も残っています。残ってますよ。これは大きい決まり手になるね。2万4000だと一気にトップ、はい、決まれば積もっちゃえばいいのに、はい、うわ、これドキドキしてますよね、クラさんね。絶対してます。人として相良が仕掛けた、お、この相性の悪さここに出てくるんですかね。これかわされたらちょっと熱いですよね。これドラとか食い取っちゃったらもう私怒っちゃいますよ。これは朝倉プロの怒りはかなり珍しいですよ。そうですよ。ああ入れた、これどうするんだろう。ピンフテ、ピンフテに行く、怖い、あー、一ピン、リャンピンまだあるな。あ、いや本当にドキドキしますね、はい、あー、何これ、ピンが何なんだろう。いやいや手がぶつかってくる。ここはドラは使えますもんね、はい、はい、嘘相良もドラは使う、夏木がドラどうかなんですよね、はい、うん、打ってしまうとこれは一気に転落してしまいます。パーピン、一旦白で、うん、そうですね、目いっぱい、はあ、いやどうなるんですか。あ、あ、びっくり、イーシャンテン、ウッピン、これまだイーシャンテンです。ですよ、はい、いやーすごいな、サバラさん。かわしたら大きいでしょう、これ。大きいですね。この手。頑張って、違う。うわー、成就するのか、クラ。これは、テンパイですか。あー、仕掛けた。テンパイした、カンチーマン。チーマンは、山さん。はー。いやー、山2です、ごめんなさい、山2、山2対2、夏金テンパイ、テンパイ、夏金テンパイ、スピン、クイズ、ね、イスピン、あ、現物チーマン、うわ、これはどうなる、ハーハーしちゃいますね。あ、これでここもテンパイです。リャンピンリーチだ、ぶつかる、キューピン切ってリーチでしょうね。まあチーピンは切らないんでね、リーチです。うわ、ぶつかった、すごい、いやー、ウーピン薄いですよね、これ、リャンウーピン、ね、リャンウーピンは薄いですね、これはまあ押しますけど、しないか、みんなテンパイですか。一応役満のチャンスもあるということなんでしょうか。さあ全員テンパイ、すごい、全員テンパイ、これはすごい曲になった。
これはちょっとこの有観富士杯チーム戦の数勢を決める曲になるかもしれません。はい、あごめん、よくなった、間違いよくなりました。わかんない、9番か、何が出てくる何が出てくる、事件が起きるか、三品にゃんぴんになった、そしてこの臨上海です、リャンリャンマン、うわこれはちょっと面白いですね。いやどうなる、ドキドキ、これどうなる、食い取ってますか、食い取ってますか、いや2個泣いてるからう、ね、もうよくわかんなくなってます、これはさす、あーいった、キャー、うわー、バイマン炸裂、まさかメンホンでクラが張ってるとは思わないですか。そうですね、ほとんどつもぎり24600です。いやいや、トップ目から直撃です。いやすごい勝負でしたね今。すごい勝負でした。これはちょっとこの大会の運命を決める曲にもしかしたらなるかもしれません。その曲制したのはクラです。嬉しい。